リサイクルショップをやってるとさ、たまにいわく付きの代物が紛れ込むんだ。結局俺もダイヤの呪いを受けてこのざまだ。成仏もできやしない。そのいわく付きのダイヤってのはどこだ。知らずに売っちまったよ。買った客は帰りに事故で死んでしまった。ダイヤは墓に埋葬されたらしい。墓に埋葬した？おいおい、そんなことすりゃ墓地全体が汚れるぞ。汚れたらどうなる？成仏できない連中で溢れるだろう。お前のようにな。あんたは何とかできるんだろう。頼む、ダイヤを探して払ってくれないか。やれやれ、面倒なことになってきたぞ。でも放ってはおけないよ。汚れに引き寄せられた稀人がうろうろ。ここにいわく付きのダイヤがあるのは間違ついたな。カラスが騒いでるぞ。あいつらも汚れたダイヤに引き寄せられたのかな。
ここか。あった。よし、払うぞ。これで払えたが、また汚れるかもしれん。持ち帰って処分するか。これって、僕は呪われないよね。待って、その子を連れて行かないで。あんたが持ち主か。死んでまでこんなもんに執着すんのかよ。違うの。私、石とお話しできるんです。その子はあのお店でずっと私に助けを求めていました。初めから汚れている石なんてありません。石は人の念を吸収しやすいだけで、石を汚すのは人の欲望や嫉妬なんです。この子をまた汚すようなことはしません。私にこの子を守らせてください。ま、あんたよりまともな持ち主はいないかもな。じゃあこのダイヤはあんたに任せるぞ。ありがとうございます。この子がいれば寂しくありません。想像していた。想像していたのとは違う結末だったね。だが、これでリサイクルショップの店主も成仏できるはずだ。それでいい。もっと救うぞ。邪魔しないでほしいよ。仕方ない、ぶっ飛ばせ。ああ二人とも頑張っているようだな。お前の方は何か成果はないのか。街を回って情報を集めている。何か分かれば教えるわ。